懐かしいシリーズということで第1弾第2弾と支えてくださっている方々を紹介したいと思います。工藤社長を演じる小市万太郎さんでございます。ここから大森圭の介護人生がスタートするわけなんでございます。良き、相談相手として優しく包み込んでくれるのがこの工藤社長です。第1弾では社長に対して疑問のような顔をしているんですけど、もう第2弾ではちょっとお酒を一緒に組み交わす仲になっているというね、こういう関係性の違いだったり第1弾第2弾でシンクロしてる部分があるので、そういうのも感じていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。続いての写真がこちらです。夏美チーフ役の松本若菜さんです。何度も共演させていただいて弟のように可愛がってくださる先輩なんですけども、大森圭にとっては師匠みたいな人ですね。第2弾の写真がこちらですね。大型施設で移動になって悩んでいる時に駆けつけてくれる、さすが師匠です。また表情が違うんですね。第1弾から引き続き第2弾もいつも背中を押してくださる存在です。もう一つがこちらです。大森圭が親に電話をしているところですね。家を離れた家族に電話をするシーンっていうのが結構印象的だったりするんですね。第2弾でも登場してくるわけですね。第1弾ではお父さんとお母さんの声はないんですけど、この第2弾ではなんとお父さんとお母さんの声が入るという、ちょっとそういう違いもあったりして、第1弾でやってることを同じように第2弾でまた引き継いでいたりと、面白い見方もあります。じゃん、赤間真理子さんが演じますゆかさんという役ですね。みえこさんと達郎さんの娘の役ですね。シングルマザーで息子がいて介護もあると、真ん中にいるこの立場、家族の向き合い方だったりあり方、形、そういうのをすごいこう再認識するような、リアルで心えぐられるようなすごい難しいシーンがたくさんあったんですけど、赤間さんのこの素晴らしい表情に僕は何度も涙しました。見てる人が多分一番多く心が動くような内容になってるんじゃないかなと、ぜひこれ皆さんに劇場で見ていただきたいなと思います。続いての写真はこちらです。じゃん、渡辺碧くんが演じてくださいましたリクトという役ですね。赤間さんが演じてくださいました、ゆかさんの息子さんの役ですね。16歳とは思えない堂々たるしっかりとした役者さんだなという印象ですね。この作品の中でもリクトが親子喧嘩をするようなシーンがあるんですけど、思春期ですごい繊細な役どころではあったんですけど、僕も本当は思ってたけど言えなかったんだよと、心の声を吐露するシーンがあるんですけど、僕はそのシーンでの大号泣ですね。一番泣いたシーンかもしれないですね、このリクトのシーンが。10代からの視点、リクトぐらいの年齢から見ても考えさせられるような、共感するようなたくさんのこう幅広い人たちに、特にこう若い方々にね見てほしいなと思います。もう一度ちゃんと照れずに近く、星空に答えを探しては、時々雨雲に立ち止まるけれど、
ど、その空が見えなくても心に翼はあるよ。大丈夫さ、きっと飛べるはず。あなたがいる、それだけで僕らは幸せなんだ。シンガーソング、ありがとう。ことで失ったもの、転んで見つけた宝物。ああ暗闇でそっと耳すませば、懐かしいあの歌が聞こえた気がした。としても大切な思いだけは大丈夫さ、ちゃんと残るから。あなたという存在が僕らをつないでくれる。シャリーダンス、一人じゃない。それは永遠にあなたのもの。命はずっとつながっていく。その空が見えなくても心に翼はあるよ。大丈夫さ、きっと飛べるはず。僕らは幸せ。